こんにちは、コージです。今日はですね、マウスパッドをちょっと紹介しようと思います。これにプリントしてみますね。で、こちらなんですが、ユーロポートさんで購入したものになります。表面サラッとした感じの生地 で厚みは結構あります。で、裏面はラバーでエンボス加工がある。厚みも結構あって、5ミリぐらいかな、厚み5ミリぐらいで、大きさなんですが、縦が195ミリで、横が235ミリで、横の235ミリはいいんですが、最初この縦のね、195ミリっていうのが微妙だなと思ってたんですよ。微妙だなと思ってたので、とりあえず10枚だけ購入して、テストすることにしました。で、何が微妙かというと、こちら A4 の紙ね、A4 の紙が横幅210なので、プリントすると縁ができますよね。その縁を抜いて195ミリより大きくプリントできるかどうかが問題だったんですよ。で、これを購入する前にとりあえずプリンターでプリントしてみました。こちらですね、使っているのが、テキスタイラス 320R という消火プリンターで、このマウスパッドっていうのは表面のこの生地がポリエステルになっているので、消火転写でのプリントが可能になっています。この縁ですね、この縁の部分がどうしてもできてくるので、縦幅195ミリというのは微妙かなと思っていたんですが、いざプリントしてみたら、20センチまでプリントできました。今見たら197ミリ8ミリぐらいですね。これを置いた時にマウスパッドが絵柄からはみ出さないための遊びが上下合わせて3ミリ程度しかないということですね。なので、ちょっと設定はシビアですが、縁がプリントされずに白く残るみたいなことは転写用紙のセット次第じゃ防げそうな感じではあります。もしね、これ縦幅が200ミリとかあったら、この A4 の転写用紙ではマウスパッドよりも印刷がちっちゃくなってしまうので、マウスパッドの縁ギリギリまでプリントすることができなくなるんですよね。なので、この195ミリっていうのは、この A4 サイズでプリントするにはもうギリギリのサイズということになります。これより大きくなったらね、 A3 用の紙をわざわざ使わなきゃいけなくなるし、やっぱりこの転写用紙もね、お金かかるもんなんで、できればね、 A4 で1枚作れるっていうのであれば、文句なしですね。ではこれをセットしていきます。まず普通に A4 のコピー用紙に1決めをします。だいたい上下の遊びは同じぐらいに取ってますし、左右もちょっと似たような感じにはしてるんですが、ちょっとこっちの方が広いかな。なのでこんな感じで1決めをします。で、1決めをしたら、こちらの転写用紙を載せて、で、ここをちょっとずつめくって、縁がマウスパッドの内側に行っていないかの確認ね。角4箇所全部見ます、マウスパッドからはみ出てはいません。縁がちょっとずれてるかな、こういった微妙な調整が必要になりますね。で、この状態でプレスするって感じになります。だいたい190度超えてきたんで、そろそろプレスしたいと思います。で、先ほどの重ねた紙ね、セットして、で、この下の A4 の紙は縁の部分のインクがこの台に移らないように敷いたままにした方がいいです。で、もう一度ね、ほんと1ミリ2ミリの話なんでね、もう一度確認していきます。やっぱずれてるね、置くときに。これずれちゃうとね、1枚無駄にしちゃうんで、もうここは時間をかけてやってます。では、これで1決めできたんで、190度、だいたい190度で1分間中圧でプレスします。あんまり手前だとプレス板が斜めになって向こうばっかり圧力いくので、少しこれずらしますかね。一緒に続いてちょっと何度も調整に時間かけちゃってるけど、まあこれはしょうがない。これで OK ですね。で、プレスしていきます。
で、プレスが終わりました。で、ここから取ります。お、すごいいい感じで仕上がってますね。うん。で、このさっき言ってた縁のこのインクが下の台に移らないようにこの紙を敷くっていうことね。で、紙の範囲にとりあえずインクは収まってます。ちょっと飛んでる部分もあるかな。まあでも大体収まってますね。うん。こんな感じで表面がサテンのようにサラッとした感じなので、このグレーとかだと光沢感がある仕上がりになりますね。うん。で、消火転写なので生地の性質そのままでインクを生地に染み込ましているので、表面はのサラサラ感はそのままです。なのでマウスの滑りも非常にいいです。で、あと注意が必要なのはこのラバーね。ラバーを190度ぐらいでプレスしちゃうので、どうしても作業場にゴムの匂いが充満しちゃうんですよね。なので換気をしながらするっていうことですね。で、換気できない部屋とかではあまり作業はお勧めできません。ちょっと光の当たり方変えました。こんな感じね。うん。若干光沢感のあるような仕上がりになります。で、うちの猫の場合、この黒とか白とか模様がはっきり分かれているので、比較的ね、見栄えよく仕上がりますが、これが黒猫とか黒い犬とかだったら、微妙なね、毛並みの光沢感とかが表現ちょっと難しいみたいなんですよね。まあ写真プリントでも難しいジャンルに入るんですが、うん、どうしても黒猫黒犬の毛並み感っていうのが映りにくいですよね。で、特に消化だとちょっと色がモニターで見るよりも濃いめに入りますし、ほんのちょびっとの黒でもしっかりと印刷されちゃうんですよ。なので、お客様のだからどうかな、ちょっとこれお客様のなので半分隠して写しますが、こんな感じでね、黒い毛並みだとその毛並み感というのの表現が難しくなってくるんですよ。モニターの画像で見るともっと立体感のある感じなんですが、どうしてもねプリントしちゃうと、うん、黒が潰れちゃって、でベタっとした感じにはなってしまいます。そこだけはちょっと注意ですね。まあ、そんな感じでユーロポートさんで購入したマウスパッド、消火プリントすると非常に綺麗に仕上がりましたっていう、動画でした。で、あとこの縁とかね、もうものすごくちょっと気にしてたんですよ。で、ユーロポートさんこれ1枚270円10枚で2200円で販売しているので、うん、まあ1枚あたり200円以上するもんなんで、まあ、そこそこの品質はあるとは思うんですが、この縁とかね、ほつれとかないかとか思ったらそうでもなくて、比較的、ね、しっかりした作りにはなっています。ただたまにね、たまにこういったカットミスみたいなのがあるやつが入ってます。これはね、ラバーのところもちょっとザラザラなカットになってるんですよ。袋から、あ、これでわかるかな。ラバーのところもちょっと段差がついたりして、うん、機械でカットしていくときのミスですかね。で、ここがちょっと縁が斜めガタガタになってますね。こういうのがたまに入るんですけれども、まあそれはしょうがないですね。で、あとこの入っている袋ですが、ここにシールになってるので、仕上がったやつをこの袋に入れて、このナイロンを剥がしてちょっと貼り付けることによって包装された商品として完成させることもできます。以上、今回はこのユーロポートさんで買ったマウスパッドを使ってみたという動画でした。おしまい。